三陸鉄道36-700系機動車は三陸鉄道の普通列車用機動車である。製造会社は新潟トランシスであり三陸鉄道では初の簡易、バリアフリー車両でもある。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響で三陸鉄道南リアス線西駅に留置されていた車両が津波により廃車となったのに伴い その代替として、クウェートからの支援により産業が、心臓導入された。2013年4月3日に、左官、吉浜間の営業運転再開と共に使用開始した。車両側面には、クウェート国への感謝の言葉が、アラビア語、英語、日本語で書かれている。バリアフリー対応の洋式トイレが設置してある。さらに2014年4月の全線運転再開に、伴い、 北リアス線向けに3両を新造導入した。2018年11月と2019年3月の2回に分け、JR 山田線の引き継ぎによるリアス線、延伸用として、造備車が8両導入され、総数14両となっている。車両側面にあるアラビア語、英語、日本語の感謝文。ありがとうございます。